ノコヘリカブトガメは、ハチュコウカメ目、ヘビクビガメかカブトガメ属に分類されるカメ。オーストラリア固有種最大高二28センチメートル。背甲は扁平で、上から見ると卵型。高乾板がない個体が多い。C パ板に溝があり、成長に伴い明瞭になる。後部円乾板の外縁は、ノコギリ状に尖り、和名の由来になっている。老齢個体では、 突起が消失する個体もいる。廃校の色彩は暗記色や赤褐色などで黒や暗褐色の反紋が入る。復興の色彩は高褐色で暗色反が入るが個体によっては復興全体が暗色になる。頭部は大型。頸部背面の棘上鱗は大型だが老齢個体では摩耗する。頭部や四肢の色彩は赤褐色や暗褐色、灰黄色。 カブトガメ族は、形態から本種とカミツキカブトガメの二つのグループに分かれるとされていた。分子系統学的解析からカミツキカブトガメグループが、ノコヘリカブトガメグループよりもマゲクビガメ族に禁煙とされたためのコヘリカブトガメグループを、本種を模式種としたワランビニア族として分割する、説もある。河川などに生息する。日光浴を行うことを好む。植生は、 動物食傾向の強い雑食で、飼育下では魚類、カエル、昆虫、甲殻類などを食べる。本種の食生の中には、人為的に移入されたオオヒキガエルも含まれ、毒に耐性があると考えられている。繁殖形態は卵生。旧翌1月に1回に9から17個の卵を数回に分けて産む。卵は、摂氏30度の環境下で60日で孵化した例がある。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。オーストラリアは野生動物の輸出を禁止しているため、それ以前に輸出された個体に由来する飼育か繁殖個体のみが稀に流通する。ありがとうございます。